これを見ろ。ビクトリア朝がもっと古いもんだ。ずいぶん年季入っちゃってんな。抜けられるかも。こりゃ動かないな。ダメだな。おい待て、あそこ何か引っかかってるみたいだ。誰か上がって動かせるか確かめろ。名案だ。誰がよ。だよな。よし、もう少しだ。さすがイボ。行くぞ。行く。よしよし、ゆっくりな。よし。一体ここは何だ？おい、やべえ、伏せろ。いい動きだ。援護してくれてありがとうよ。よし、ここからは武器はなしだ。手を挙げな。おいおい、道を間違えたんじゃないか。キングズクロス駅かな。動くな。よくやったな、ネイト。さすがだ。わけのわからん場所だな。こんなとこ見たことねえ。駅か何か、そんな場所だな。いや、だが200年近くは経ってるな。ちんぷんかんぷんだな、おい。し、下がれ。音を立てずにやるぞ。いいぞ、坊主。行くぞ。こっちに違いない。なんだこりゃ。すげえ石造りだ。16世紀、チューダー様式だ。こっちへ行こう。静かにな、ネイト。おい、こっちだ。なあ、サリー。一体奴ら何者なんだ。言い訳はやめておきなさい。あの男は危険。見くびらないことよ。しかし、いかんながら。ねえ、何がいかん？うんざりだわ。あなたのせいで全て台無しになるところだったのよ。400年間封印された謎、ついにドレイクの秘密が明らかになる。これはどういうこと？どうされましたか？これは偽物。
まさか。ありえません。この目で確認しています。本物のはずです。あら、そう。確かにこの手にして、奴が首にかけてた指輪は本当ですか？はあ、騙されたのよ。カット。そうね。あなたたちは警戒を怠らずに。つけられたかもしれない。そこ、渡しときなさい。彼らを探し出して指輪を手に入れる。手段は問わないわ。これ裏にある組織は相当でかいな。見ろよこれ。おい、ネイト、集中しろ。時間がないんだぞ。そうか。だから時間。おい、なんだかわかるか。本だ。図書館なんだからたくさんある。偉そうに言うが、ただの本じゃない。 T ・ロレンスだぞ。アラビアのロレンスだ。わかってるさ。バイク事故を起こした日にドーセットから送られてる。35年5月13日、奴らこれを奪って彼を殺したんだ。奴ら。ああ、そう、奴らだ。正体は知らないけどな。そんなくだらないデタラメよ。あれは事故だったんだ。黒い車が彼を引いたって証言もあった。お前ら。じゃあ裏工作か。かもな。ネイト。何？お前が20年間待ち望んでたものは。そうだ。よし、行くぞ。エル、オー、H、D、N。どうした？トアの謎。なんだと？トアってふざけてんのか。悪いが、あんたの先祖はとんだクソ野郎だ。黙ってろ、アナグラムだよ。ゴールデンハインド。ゴールデンハインド号。ドレイクの船。あ、ヒントだ。この部屋に隠されてるものだ。広がって探してくれ。何を探せばいいんだ？黄金の目力だ。剥製か、それか絵かもな。なんでここにあるって思うんだ？絶対にここだ。バックランドアビーにあるかもしれねえぜ。あ、まずい。バナだ。奴らだ、隠れろ。やっぱり当たってた。アラビアに行ったんだ。おい、こっち行けよ。かせ、急げねえと。行くぞ。おい、何してんだ。日記と解読機を頼む。取った。行け、行け。銃を奪え。
が嫌なら畜生やられた。援護しろ。分かった。ここから出るしかねえぞ。まっすぐ進めば出口に着くはずだ。逃げられた。
ここはどこなんだ。ノサトウッド駅だ。急げ。追われてる。こっちだ、急げ。なんてこった。これじゃ走る奴だ。下がれ、下がれ。そいつが俺にもやってくれ、あいつを捕まえてやるって言いやがった。乾杯。うん、仕事によくやった。ええ、お前も一緒にこっちで飲もうぜ。ああ、地図が証拠だ。ドレイクは東インドで6ヶ月フラフラしてない。すぐにアラビアへ向かった。なるほど。ここからが面白い。これを見ろ。ジョン・ディのサインだ。ジョン・ディって？ジョン・ディはエリザベス女王の側近でアドバイザーだ。みんなが知ってる。ああそうだ、偉大な数学者で航海士だった。時代の先を言ってた。暗号装置は彼の発明家。オカルトにはまっててマジで気持ち悪い、怪しい奴だったらしい。彼は女王への手紙には常にこのサインをしてた。女王の目として。007の走りだ。見ろ、007。おい、ちょっと黙っててくれないか。つまりジョン・ディがドレイクたちをアラビアへ送った。ああ多分な。ディと女王、あとウォルシンガムが。で目的は？まあそう、やっぱりそこが気になるだろ。ここでロレンスの登場だ。彼はアラビアのロレンスになる前は、いい映画だ、考古学者だった。まだ子供の頃から歴史が大好きで、騎士や十字軍の話に入れ込んでた。旅をしては十字軍に関係のある場所を記録した。全部ここにある。待て、何が何だか訳がわからん。それがドレクと何の関係が？今説明する。戦争の後ロレンスは今度アラビアに戻るとしたら砂漠のアトランティスを探すためだけだと言った。
伝説の都市は出てくるたびに名前がコロコロ変わる。ウバール・イラーム・オブ・ザ・ピラーズ、神中の都。でも内容はいつも同じだ。都市には富が溢れ、高慢さゆえ神に滅ぼされた。ルブアルハリ砂漠に飲み込まれ永遠に眠ることとなった。それがここだ。まあ富が溢れって部分は魅力的だな。ジョーとディーはそのためにドレイクを送ったのか。その通り。そして今ではマーローも追ってる。でも待って、ドレイクが女王の命令で都市を探しに行ったならなぜ隠したりするわけ？見つけたものを隠すために苦労したみたいじゃない。女王陛下にまで隠した。わからない。おっとごめん、今なんて言った？ねえちょっと待ってよ、思い出してほしいんだけど、失われた都市を求めて前回地球の裏側に行った時はかなり危険だったわ。ああでも今回はかなり有利だ。おい見ろ、ドレイクの手がかりは全体の半分、ロレンスの手がかりも半分、俺たちは全部持ってる。マーローはゼロだ。ちゃこっと言うと、ルブアルハリ砂漠は端から端まで1000キロもある。遊牧民と出くわすかもしれない。都市の場所が分かっても分かってないわけだが、探してる間に死んじゃう。ちょっと待て、この印を見てくれ。芝子みたいだな。芝子の文字だ。そうだ、十字軍もこの古代都市を探してた、今から1000年前に。でもロレンスが記録した場所の中でこの印がついているのは2箇所だけ。一つはシリア、もう一つはフランスだ。ああ、いや、二人はシリア、俺たちはフランス。手がかりを頼りにロレンスが言う都市の位置を絶対見つける。でどうする？地獄みたいな1000キロの砂漠をどうやって旅する？ああ、都市は砂漠の真ん中だ。実際には500キロぐらいだろ。あら、わからないよ、なんとかするしかない。とにかく出たとこ勝負ってわけね。その通り。どう思う？何でも来いだ。やってやろうぜ。この匂い、マジ耐えられねえ。そうか、慣れちまえばパラダイス。おいおい、なんだよ、何も言うな。ここからは歩いていくしかないな。なんだよ、大の大人が二人フランスのジャングルに迷い込んじまった。とにかく方向はこれで合ってそうだ。シャトーはこっちのはずだ。遠くはない、行こう。あ、どこかにいるはずだ。奴らを見つけ出せ。サリーに忠告しないと。おっ、